人生全体に影響を与える露骨に売り上げ上がるらしい。ちなみに青は全然本名ではない。はい、どうもこんにちは、さくゆきです。こんにちは、青です。今回ですね、発信するときに実名顔出しか匿名顔出しなし、どっちがいいのみたいなお話をしていこうかなというふうに思っております。はい、僕はですね、完全に実名顔出しあり派です。おー、てか青さんも最初顔出ししてなかったじゃないですか、はい、ツイッターで顔出してからフォロワーのキュイーン伸びたよね。もうそんなもんなんですよ。しました。だって出会ってから結構がっつりめにツイッター伸ばしたいよねみたいな話になってたわけじゃないですか、はい、でその中でいろんなツイートとかもしてたわけだけど、一番僕が言ってたのが顔出ししろじゃなかった顔出ししたら絶対伸びるからっつって、はい、特に女性の場合そうですよ。もうこれ事実としてあります。男女どうこう言うつもりはないし、女だから伸びてみたいなことは言わないけど、実際ベースとして女性の方が伸びやすいデータがあります。だからもう使えるもの使っていかないとねで僕がなぜ実名顔出しの方がいいかっていうと、これ僕の体験談でもあるんですよ。昔実は僕匿名顔出しなしでやってたんですよね。本当に初期の初期は伸びてなかった1年間ですよ。よく出てくる1年ブログを頑張って更新したけど、月の収益273円止まりだったみたいな、時給2円みたいな、そんな世界の時は実は顔出しもしなかったし、名前も出してなかったです。しかもなんか中二病みたいな R をひっくり返したロシア語があるんだよ、そのアカウント名でやってて。なんて読むんですか。読めない。なんかちょっとかっこいいかなみたいな、そんな時代がありましたね。フリーのアイコン作成メーカーみたいなの作った、はい、ドット絵みたいなのをアイコンにしてて、これは伸びんよみたいな、はい、でちゃんと実名顔出しにしてから伸びるようになったんですよね。なぜ実名顔出しの方がいいのかっていうのをお話ししていくんですけど、これね、内面的なところと外面的なところに分かれるんですよ。いわゆる自分の中の効果として顔出し匿名の方がいい効果があるっていうのと、まあ、外から見た時にいい効果があるよっていう二軸があるんですけど、はい、内面的なところで言うと、やっぱりね、実名顔出して発信すると質の良い情報を発信しなければいけないっていう風に自然になってきます。なぜかっていうと、自分の顔とか自分の名前っていうのは変えが効かないので、整形したり名前を変えたりしない限りは、だからもう一生この人が発信したことがこの考えに基づいてこんなことを言っていたっていうのが残るわけですよね。だから永久的な積み上げをやっていくっていう覚悟の表れだったりするんですよ。さこゆきっていう風に調べた時に、もう5年前に書いたブログ記事だってもちろんヒットするし、5年前にしたつべきだって残ってるし、5年前に出た大会の記録とかも残ってますということを考えると、実名顔出しでやるっていうのは本当に1個の発言とか1個の行動が人生全体に影響を与えるっていうことになってくるから、必然的にそこに責任だったりとか内面的にもう質の良いのを作っていこう、発信していこうっていうのが出てきますと。で結果的にそれで発信の質が良くなるっていうのは往々にしてあることなんですよ。自分の顔が出てるから、自分の名前が出てるから、ちゃんと発信しよう、で質の高い情報を発信できてフォロワーさんが集まってきて、そして信頼が生まれて自分で事業を始めた時にうまくいくっていう、そのパターンがあるので、本当にこれ気持ち的なところですよ。顔出してなくてもいい情報を発信できる人いると思うんですけど、僕の場合はやっぱりちゃんと顔を出し始めてから気合が入るようになったし、ちゃんとやんなきゃっていう風になったので、その自分の内面的なところをコントロールする面でも実名顔出しの方がいいんじゃないかなという風に思っておりますと。外からの見え方的なところで言うと、やっぱ顔出ししてる人の方が信頼しませんっていう、匿名なんて言いたい放題できるんですよ。だってなんかネットでよくわかんない論を唱えてる人って大体匿名の顔出しなしアカウントじゃないですか。だからそのちゃんと顔を出して発信してるっていう時点でもう覚悟の表れだし、信頼できるなっていう風にそれだけで思われたりするんですよね。スーパーとかでさ、この人が作ってますみたいな、あ、はい、食材とかにさ、顔写真と名前が貼られるやつとかあるじゃん。あれやっぱスーパーの担当者とかに行くと露骨に売り上げ上がるらしいね。そうなんですか。なんでかってもう信頼されるから。 Twitter とか YouTube とかいろいろやるけど、 YouTube とかやっててさ、オワコンになる人いるわけじゃん。 Twitter でオワコンになった人と YouTube でオワコンになった人って、どっちの方が一応知名度が残ってるかって言うと YouTube の方が残ってる。5年前とかいたけど今名前覚えてないなって人でも、言われたらあーいたねってなる人、 Twitter でオワコンになっちゃったけど言われたらあーってなるの、あーの度合いって絶対 YouTuber の方が上だと思うんだよね。それなんでかっていうと、顔を出してるからなんですよ。だから顔を出すっていう行為とか、顔を見えるっていう行為は、人の記憶にもすごく残るし、顔を出してちゃんと発信してるってことが信頼の証にもなってたりするので、そう考えるとやっぱり顔出しは必須だし、別に名前も出しちゃっていいんじゃないかなと思ったりします。まあ、でも僕ね、ひらがなとかでもよかったかなと思っても、サコさん結構書きにくくない？あ、本当ですか？うん。サコさん読めない人いるし。へぇー。勇気の読む人弁なんだけど、たまに間違えられたりするから、ちょっと名前難しい人は実名だけど、ひらがな表記とかでもいいかなとは思うんですけど、僕はもう漢字で始めちゃったから無理ですよねと。池早さんとかってさ、なんでカタカナか知ってる？知らないです。池田隼人で検索した時に総理大臣の池田隼人が出ちゃうんだよ。へぇー。だからカタカナにして、カタカナの池田隼人は俺だっていう風に言ったんだって。面白いです。だし、与沢翼さんとかいるじゃん。あ、はい、与沢さんってあれ与沢翼、あの漢字本名じゃないんだよ。へぇー。
与沢翼って名前なんだけど漢字がちょっと難しいから人々に浸透しやすいような漢字を使って、あれはキャラクターとして商標申請してる。へー、だから本来だったらさ、自分の漢字が難しいってなったらあだ名でやろうかなとかさ、人っぽいのじゃないキャラクターっぽい名前でやろうかなっていう風になるんだけど、それでもなおキャラクターとして活動する、自分の本名じゃなくて活動するにしても人っぽい名前、本名っぽい名前を選ぶってことは本名出してるだけで効果が高いから、そういう人らはそういうことをやってるんだよねということだから、結構そこに関しては大事なんだなっていうところですよね。名前失敗したか。ああ、なんでなんで。やっぱかぶってるのでややこしいですよ、ね、確かに青くんがいるからね、はい、みんな青さんって呼んでくれるので。いやいいじゃんいいじゃん、大丈夫大丈夫。ちなみに青は全然本名ではない。そうなの。はい。え、じゃあ何なの。あだ名。青学生の青ちゃんから呼ばれ始めて、ね、定着してしまったので青さんなんですけど。なるほどね。でもやっぱ顔出しと人っぽい名前をつけるっていうのは必須かなというふうに思います。で、人っぽい名前つけると本名じゃない時にえーってなるんで、本名の方がいいよって。そうですね。え、誰みたいになるから。なんか一回ね、サロンかなんかのオフ会とかでチェックアウトの時に鍵を返さなかった人がいて、〇〇さんが鍵返されてないんですけど知ってますかって店員さんに言われて、〇〇さんなんて人はうちのグループにいませんよって言ったらお前まるまるさんなのみたいな感じだって誰だよみたいな感じになったことがあるね。岡部さんって何すんの。全然岡部じゃなかったな。あ、そうなんです、うん、田中さんとかだった。誰岡部にしたんですか。わかんない。でも実際顔出ししてから反応変わったでしょ。そうですね、うん、あとオフ会とかそういうの集まりやすくなった気がします。確かにね、顔出ししてない時期と顔出してる時期を経験してるから、その差結構わかるんじゃない。あー、そうですね、うん、そうかもしれない。リップがつきやすくなったとかさ、はい、それこそ自分の出した商品に対する信頼度が高まったとか、顔出ししてなかったら怪しいと思われる発言とかも顔出ししてるだけで全然変わったりするから、そこは大きいよねっていうふうに思います。だからもし今後なんかがっつり情報発信していきたいなって人がいるんだったら、会社バレとか身内バレが怖いっていうのはあると思うんですけども、そういう特殊な事情を除いてですね、実名顔出して発信していくことを僕はおすすめをしています。これ会社バレが怖い、身内バレが怖いっていうのが規約によるものだったら確かに隠すべきだと思うんですけど、はい、身内にバレるのが恥ずかしいとかするぐらいの領域だったら、もうなんならちゃんとバラした方がいいと思います。僕の中で親とか友達に見せれないような発信はしちゃいけないって思ってるんですよ。だって友達に言うくないですか、有益な情報あったら。それを見られて恥ずかしいっていうのは、まあ、わかるんですよ。僕もなんか帰省した時にお正月、はい、親戚みんな集まる中で YouTube 流された時はさすがに恥ずかしいなと思ったんですけど、はい、でもなんかさ、発信してること自体はいいことだと思うし、自分は確かにちょっと恥ずかしいんだけど、周りで発信してる人いたらさ、すごいなっていうふうに思うじゃん、普通に。だから別にそんな恥ずかしいことだとは思わないし、自分の意見を伝えるってことはいいことだと思うんで、むしろ家族とか友達にすら応援してもらえないような発信だったら続けてても多分厳しいと思うので、そこの身内バレが恥ずかしいっていうのは発信においては考えずに、実名顔出してがっつり発信していってもらったらいいんじゃないかなと思います。意外とみんな応援してくれます。はい、ということで、まあ、今回の動画はこんな感じになります。はい、じゃあ実際にどうやって発信内容って決めてったらいいのとか、その辺の話とかはね、普段 LINE マガジンの方でがっつりやってるんで、概要欄からチェックしてみてください。はい、2人の Twitter のフォローもよろしくお願いします。あおちゃんをフォローするとね、可愛い顔写真が毎回流れてきます。なんと言ったって顔出して発信をしているので。はい、ということでこんな感じで今回の動画は終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。